は毎週火曜日と金曜日の業後のこの時間に活動をしています。やってる教室は南377の教室です。現在新入部員大募集中ですので、気になった方はぜひ南377を覗きに来てください。ゴスは学内はもちろん学外のイベントにも参加をしております。直近で言うと5月26日に時浜フェスで、6月2日に街中にぎわいコンサートというイベントに参加しますので、こちらも興味がある方いましたらぜひ見に来てくれると嬉しいです。あとこちら学内なんですけれども、5月14日来週ですね、来週の火曜日にアワーズアクアワーというイベント、学校全体のイベントがありまして、そこの出会いの広場でゴスのアカペラとゴスペルのステージがあります。こちらみんな必修で疲れてる時間かと思いますが、業務の時間がありますので、必修を受けるついでにちょっと覗きに来てくれると嬉しいです。はい、ではお待たせいたしました。続いてゴスペルの演奏をお送りします。あ、お送りするんですけど、ゴスペルの紹介もさせてください。ゴスペルはアメリカ発祥の宗教音楽で、楽しく明るくみんなで歌おうっていうのが特徴的な音楽です。手拍子を打って盛り上がるところがあるので、皆さんも一緒に手拍子を打って盛り上がっていきましょう。はい、まず1曲目は天使にラブソングより Hail Holy Queen をお送りします。
ジョイフルジョイフルです。こちらは2年生がたくさんのソロパートを回すので楽しんで聴いてみてください。この曲も手拍子があるのでみんなで盛り上がっていきましょう。
後にゴスの先輩たちがいると思うので、何か聞きたいことがあったら気軽に聞いてください。ゴスに入部したいよって方もいましたら全然声かけてください。待ってます。では本日は改めてですが、ご来場いただきありがとうございます。